えと一番最初に楽譜だけ見て弾いた時に国夫先生と橋本さんで弾いた時に自分が思ってたものと明らかに違ってたかどうかねあい大体似てたなっていうんだったら OK、うん、そっくりじゃなくていいですよ。と、うん、いうふうにしてさ自分で楽譜から見た時にどんだけ弾けるようになってるかあの弾けるようになれるだろうかということそうするとね自分の今の力量がわかるから。 力量って人に判定してもらうんじゃないんですよ。自分で判定すんの。どうしても弾けないなと思ったところが今自分の限界です。例えば、こういうのいくらでもなんかこうスムーズにいかないなと思ったら今それが自分のテクニックの限界ですから。それをどうやったらラッパパパムパムパ,パパパラタタタタ。 例えばこういうところね一番こう音楽として「今日はラッキー!」っつってるところじゃんうんみんな気をつけないと「今日はアンラッキーになっちゃうからさあれあってならないようにまあ勉強してほしいなと思うのでそしたらあ,あこういうテクニック身につけなきゃなと思って工夫していくわけ人ね欠点が分かるからああ私いつもこの時手首硬いとかペダル使えばいいのに私使えないなとかペダル使うとやりすぎちゃうなとかそれからこの音は音弾くと「 全部同じように弾くからうるさいんだから。うん、どういうところをのの引っ込めてどういうところをしっかり出すと逆に迫力出るかなとかね。そんなようなこともね考えていくと上手くなるしかないから。<laughs> 考えないから下手になっちゃうんだよ。でね何回も弾けばいいってもんじゃないの。集中して。 パッとやるっていうことそれから絶えずね自分が弾いてる時にここにもう一人自分を置いて弾いてる自分入れてあるいは会場にいる自分この演奏が会場で弾いた時にみんなどうやって聴いてんだろうってね自分の耳をポーンって遠くに飛ばして客観的に弾くのまあ勇退離脱するみたいなもんだな自分で弾いてると上手で見ててとなんだこれ <laughs> とういう感じでさまだダメじゃんつって自分にはバンバン厳しい方がいい。 ちょっと引いたら私上手くなってるみたいなしてさ、うんあの優しいのもいいけど自分に優しい人って伸びないから、人には優しく自分には厳しい方がいいので先生なんかもういくら引たって自分の点数って50点から60点以上いかないもん、もうああ縮小ここできなかったとかさ作った時はこういうつもりで書いたのにとかさ、うん作品作りでもありますよあのあここ消しとかよかったなと思ったところ実はこの中にもあるんだけど言わないけどね。 でももう書いちゃってこうやってみんな渡したんだからあとは演奏でなんとかしようとかさ、うん、書きすぎたなとかこの音やると難しいだけじゃんとかなくてもいいじゃんこの音とかさどうせやんだったらこの音入れるときゃよかったじゃんなんていうのは自分では全部あ,のあるんですけどねいちいちばらしてもしょうがないでしょ例えばあここね先生に、ね、この音入れるの忘れちゃったとかさ言ったってしょうがないじゃない。うん、だからそういういものなんですよ分かったねじゃあこれ 誰か,、えー、かっこよく弾いてください。